ちは、だるぐさです。今日はティップアートでクリスマスオーナメントですね。まあ毎年この時期ね、いろいろ作っているんですが、今年はね、またちょっと作り方変えて作ってみようかなということで、28番ホワイトの長いワイヤーですね、70センチぐらいあるワイヤーを使って、まずは2センチのゲージパイプに、まあ、これくらいかちょっとね、長さ、2つ作るんですけれど、片方は短めでいいです。6回巻きつけてねじって、ゲージの溝に通しまして、くるくると巻き留めます。で、こちらはねちょっと長めにしておいて切り揃えておきます。で、先端を見つけるためにこうギュッとね、少し細くして、平やっとこでギュッと潰しまして尖らせます。まず三で広げて、あとは横にずらすような形でね広げていきます。こんな感じでお花形になりましたら、くぼませてカーブをねこうつけるような形で、カップ状に広げていきます。もう一つ同じように作って、こちらもね、三で広げてから横にずらして、あとはカップ型に丸めていきます。はい、こんな感じですかね。で、こちらはちょっと短めにしてあります。というのも後でカットしてしまうので、で今カットしたこっちの短い方のね、余ったワイヤーなんかで、もしねなければ、また別ワイヤーね用意していただいて、で、この2つをねくっつけていきます。はい、で、まあこれね、なので細いワイヤーの方がもうちょっと30番とかね、あればそういったものの方がね実はやりやすかったりします。28番ねしっかりね止まるんですけどね、ちょっと硬いのでワイヤーが、ちょっとね作業しにくいかなと、何回かねくるくると回して上と下のねこのちょうど頂点の部分、先端の部分ですね、をつなぎ合わせていきます。まあ、やり方はね自由なんですけど、だいたいこの間隔ですね、お隣とお隣の間隔、ここだけはねちょっと合わせるような感じで自分でね、まあ目で目視でやってるんで、私もだいぶところどころ違うんですけれども、まあそんな感じ、あまりね長い短いが出ないようにお隣さんとの間隔をね、均一にするような形で、お隣へと、少し距離取ってから上下をくっつけると、こんな感じでね縫い物をして、私ね実は、針仕事というんですかね、手芸とかね実はあんまり得意じゃないんで、なかなかね、この言う作業も苦手とはしているんですけれども、はい、頑張っていきましょう。ただねこれやって、最終的にまあ今回ディップするんですけれども、どうしてもね隙間ができたりするんで、これあえても最後にこのね2つを半円同士ドーム型を作って、でそれを最終的にもう接着剤でくっつけるみたいな方がねシンプルだったかなって後で思ったので、まあねそれも今度ちょっと作ってみようかなとは思っているので、まあまあまあ、とりあえずね今回はこの一体型ですね、もう最初から球体にしてしまうっていうねやり方をちょっと紹介は一応しておきます。ただね、まあ、見てわかる通り指をどこからかちょっとこう入れながらなんとか、縫い合わせて、立体にしていくので、ちょっと今まで去年とかはねもうそのまま普通に、球体を作る、上下ね縛って広げるだけだったんで楽なんですけれど、今回ちょっとねこんな感じで手間なやり方をしています。ただその代わりに、ね、少しワイヤーのこの、模様がね出るのでいいかなと。最後のところはね左右それぞれにぐるぐると回して、しっかりね留めてください。そうしましたら余分なワイヤーはねカットしてしまっていいです。あとはちょっとね、一周だけとかだとねこのずれてくるんですよ。上と下のねこの先端部分をつなぎ合わせてるんですけどね、動いたりとかするんで、それは気をつけつつ、はい、ではここからね、立体にしていきます。指を適度なところから入れて、外側に引っ張るような形でね形を整えていきます。はい、なのでちょっとねギュッと横にこう広げるような形ですね、それぞれの輪っかを、で多少重なると思います。重なる部分が出てねいいと思ってるので、今回は横に広げつつ重なり作りつつ、なんかねだんだん、手まりというかまりのような形のね模様にも見えてきたんですけれども、はい、一応今回こんな形でやっています。はい、
上下、いろんな角度からね見て球体になっているかどうかちょっと確認しつつ、ここはね丁寧にやっていきましょう。本当にねこういうとこもね、で、先端少しねじり残してね、片方はねこんな感じで寝かしてワイヤーカットしてしまいます。なのでこちら側を作るときはワイヤー短めでいいですよということですね。最終的にカットしてしまうので、で、なのでこんな形でねしっかり、かぶせ付けするんですけどね、出っ張りがあったりするとねなかなか難しいので、形しっかりちょっと入念にチェックしてください。はい、チェックしてもまあまあまあいろいろあるんですけどね。あと数ねたくさん作っておいてくださいね。で、ちょっと日が差し込んでおりますが、朝日が、クリアでね今回リップします。最近忙しくてねなかなか時間が取れないんで、変な時間にねちょっと、ディップしてますが、大きめの、ちょっとねこれ太さあった方が膜が、その分厚くなるので、そういったもので輪っか作っていただいて、で今回クリアでやったんですが、失敗としては、どこに膜がついてるのか、全くわからないということで、なんでちょっと薄くでもいいのでちょっとまあ色があるね、方で、ね、やった方がまあまあまあ、あとおしゃれかな、ちょっとねクリアだけだと物足りない感じはするんですけどね。でストレスナーはねつどつど、必要あればね、つけて乾かしてを繰り返してください。2回3回とねやってしっかりね固くしておいた方がいいですね。で下部分、ワイヤーカットしてしまった部分の1箇所をこんな感じでね、デザインカッターでちょっと切れ込みを入れて、そこから今回は中にですねビーズとか、まあ、お好きなものをねちょっと詰め詰めして中に物を入れたかったということで、なのでね全体的に外側もクリアで、見やすく、してしまったんですけれども、中に入れるビーズもうちょっとね色が強めの方がいいかな、もしクリアでやるんであれば、まあ、あえてねもうちょっと色ついてるものにしてしまうなら、ここはねあえてそんなにでもないのかなと。ただここから問題なのが、毎回そうなんですけれども、穴が開いてるとねこの中のビーズがくっついてしまうんですよ。ストレスナーつけた時に特に起こりやすいんですけれども、なのでそれをね、まあ、なんとかしたかったんですけどね。はい、というわけでもう一度かぶせ付けをします。今度は今カットしたところが、埋まればいい、この今この入れてた穴です、ここですね、ここの穴を塞ぎたいだけなので、全体に通すというよりかは、膜を作ってその部分をうまくカバーできればいいぐらいなんで、この辺でもう自然と割れてしまうと思うんで、これでいいかなと思いますが、穴が塞がったかどうかもちょっと定かではなくてですね、見た感じクリアなのでわからないで、もう一度一応やっておきますね。ちょっとこんな感じで、そうすることで中にね、ディップ液が垂れると、このままねあのドボンとやると多分、中に入ってしまいますし、アイスの棒にちょっとつけてそこだけねなぞるっていうやり方もあるんですけど、それもね結構ね中にねディップ液落ちやすかったので、今回はこんな感じでやってみました。で確かめるために一応水です、これ、ただの水をちょっと浸してみて、抵抗があるかどうか、中に空気がねしっかり入っていて穴が開いてなければちょっと抵抗があるんですけど、ただ穴開いてたりするとねこれがね中に水入ってきます。はい、というのをちょっとチェックはしてみたんですけど、それでもねあまり長くつけすぎるとプッって音が出てなんか穴開くんですよ。なんでねそうするとこんな感じでなんかくっついちゃったりとかねするんで、ストレスナーつけた時にね、あこれも完全にくっつきました、はい、中がねくっついてしまいました。こんな感じでね水でチェックしたんですけどね、どっかに穴が開いてっていうことで、なかなか成功率がねこれ悪いんで、やはりね半円同士をくっつけた方が良かったかなと、まあ、一応ね、完成した3つぐらい、今回4つ作って1個失敗したので、まあまあまあそんなに成功率まあねっていう感じで、せっかく中に入れたビーズがねもったいないので、もうちょっと成功率上げたいなと思いつつ、上のワイヤーは1本に減らして、適当なビーズ通してねメガネ止めっていう感じでやっていきます。こんな感じでね
根元にぐるぐると巻き留めまして、余分なワイヤーはカットします。はい、カットしにくいってだんだんね、切れ味が悪くなってきて、ニッパーもねそろそろ買い替えかなと思ってるんですが、危なくないようにね押さえつけて、あとはオーナメントにするので、まあ綺麗なね紐とかこんな感じでね、これバラバラするんでちょっと、あまりねあれなんですけど、通してあげて、まあ、ツリーのね飾りとかに使っていただけたらと。もう少しね、マニキュアなど使ってね、色もねつけていただいてもねおしゃれかなと思います。今回はねクリスマスオーナメント作ってみました。まだまだね改良の余地ありかなと思います。ここまでご視聴ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。